山のところが富士野駅で、富士野駅から降りてきて、これが日暮大橋。日暮大橋を渡るとすぐにキャンプ場もあります。すぐにあるのが日暮アルプス。こっちが京塚山で、向こうが名倉金剛山と鶴島金剛山かな。ハイキングコース入り口です。日暮アルプスは意外とちゃんとこういう看板してます。もう入り口から落ち葉がたくさん落ちてる。週末なら多くはないですけど、そこそこの人は歩いてます。下のが中央道、下の低いのが京塚山。こちらが鶴島金剛山か。で、向こうにこんもりした山が上野原から登れる山です。正面にあるのが八岡山。奥が多分ですけど、石郎さん。横に行くと八岡山、すぐそこにある集落からの眺めが結構いいので、ちょっと寄ってみます。立派なもみの木。